はい、えー、どうもお疲れ様です。11月になりました。11月1日朝6時の相場回数になります。正確には6時15分になってますけどもね。まあ昨日はどうでしたあの日銀劇場みたいなことが起きましたよね。さすがですね。上田総裁ね <laughs> あの1%の金利上限を撤廃するんだみたいなことを言ってましたけども、実際はそうじゃなくて、ものすごくそれは限定的で目安なんだって言ってましたよね。言い換えたことによって、これはですね、円安の方向に戻っていったってことになります。 それを表しているのが、まあ、4時間とか1時間の方が分かりやすいんですけども、ここですよね。一旦は、下の方向に行った。これは、円高の方向に向かうと思わせて、実はね、そうじゃないんだっていうふうな、えー、そんな取り組みでございました。さらに、日銀の逆口先介入ってのがあったわけですよ。これはね、逆口先介入ってのは私がね、あの、即席で作った言葉なんですけども、10月の急な、 円安円高の変動っていうのは私たちの介入の効果ではないですよ介入はしなかったんですよっていうふうに19時に発表したんですよ昨日でそれを受けてマーケットっていうのはどうなるかっていうとあ150円台でも介入しなかったんでじゃあ151円とか152円に進んでも介入する可能性低いよねってことで買いを入れてるわけなんですよだからこの要請がさらに強化されたってことになります特に昨日の19時以降はね だからこの進む円安ってのは日銀の逆口先介入の効果ではないかなというふうに考えてます当然こんなこと予測できる人はいませんただし19時の速報を聞いた方で仕込んだ方はいたと思いますよその方は本当にね注意力もあるし余裕な時間もあるし度胸もあったと思いますおめでとうございますって感じです私はその時間寝ていたんで何もできませんでしたただ自己解説でそういったドラマがあったんだねってことはこうやってお話しできるように分析力はあるということなんですよ 多分こんなことっていうのは二度と起きないかもしれませんけどね。起きたとしてもね、数年に一度とかでしょうね。はい、じゃあ次の時間軸行きましょう。円安の方向に触れ始めたってことは、今後も基本的には円安、円安でいくと思いますんで、戦略としては今までと同じ倍でいくことになります。えー、一時的にね、セルの戦略に切り替わったのかなっていう話を昨日とかお届いさせてもらいましたけども、結局、日銀劇場が終わった後ってのは、今までと同じ 倍の方向に動くってことです。これは変わりません。ただしどっかで介入が入るからそれは警戒しないといけないかなっていうところですよね。はい。じゃあ1時間の方を見ていきましょう。1時間は一旦ここで収まりました。ね。日銀の上田総裁の発表によりこの辺りまで進んだんですけども落ち着いたかなと思ったら19時あたりでね、財務省があんなこと言うもんですからそこから 期間投資家さんは資金を入れていってですね、ここまで来ちゃったということになります。それが深夜に起きたのかなと。もちろん、アメリカの方のマーケットでも、その日本の発表を聞いた人ってのはね、当然資金入れたと思いますよ。ああ、じゃあ介入がないんだったら、為替操作しないんだったら、どんどん買い進めてもいいよねって感じでね。はい、そういうメカニューズでございます。じゃあ、今日はどうするのかって言えば、ここで今、ボラテリティが落ち着いているところなんで、基本的には倍の戦略ですよ、これは。買いの方で取っていくということになります。 ですんで、もうしばらく、上髭と下髭ね、あの、でかい下髭が出ていたのが収まって、で、今、小さめの、ローソク足になってますよね。この小さすぎるローソク足じゃちょっとなんとも言えないんですけども、多分ね、あの、上の方に動いていくとし特徴が出てくると思います。例えば、ここ、インセント溶泉が並んでるところがでしょ。ここを上回っていったら買いでいいと思うんですよ。151円の、そうですね、 650あたりですか？うんを超えていったら倍でエントリーしてもいいんじゃないかなと思いますね。だ基本的にはここの形ってのは n を作ってるように解釈すればいいと思います。ここね、突き上げてここから n を作って、このネックラインを越えようとしてるっていう。風に見ればテクニカル的な解釈はつきますんでまあ、完全なテクニカルの時間帯ではないですけどもね。うん。 だけおおむねこの戦略で間違いないと思いますよだから今から入るのはリスクありますけどももうちょっとね様子を見て650あたりから倍で入ればまあまあ安全に取っていけるんじゃないかなと思いますはいそれではね他の情報を見てみましょうやっぱりまだね昨日の今日ですんで、えー、ファンダメンタル要因も残ってますからまずは材料の方です水曜日の材料はえっ、ー、と前ね FX オリガンの方にも前回の動画でお伝えしましたけども夜のアメリカまで ADP までは 何もないよってことですで細かいニュースを見ていきますよこちらで、えー、朝6時5分つい先ほどですけどもニューヨーク外国為替市況31日ドル円3日ぶりの大幅反発っていうことで出てますねだからこれなんですよ、うん、介入をしなかったですよって言ったことによる効果と、えー、結局、えー、日銀のね金融政策決定会合での、うん、発表が連続したと思うんですからああだったら円安の方にこれからも進むよねってことであの動きが作られたってことになります そのほかないかな。一緒これモアンをやってみましょうか。ね。しっかりと見れますから。ああ、なんかツラツラと出てますね。うん。151円の72までマックスいったわけなんですよ。だから15、151円の65を超えたら倍で入るっていうのは適当な判断でしょそれでいいんじゃないですか ?72 までいきましたけども、今日72を更新すると私は踏んでますけどもね。 はい。それでは、今回は以上でございます。えー、またね、えー、午後にでも更新しますんで、その時にお会いしましょう。今日は、ちょっとね、あの、650を超えるまでは、ちょっと動かないようにしようかと思いますけどもね。はい。お疲れ様です。